皆様こんにちは。ただいまより白岡市長選挙公開討論会を開会いたします。議事長挨拶。一般社団法人久喜青年会議所第43代議長有馬健二君。はい。一般社団法人蓮田青年会議所第36代理事長清水正幸君。はい。皆様改めましてこんにちは。私は一般社団法人久喜青年会議所本年度第43代目の理事長職をお預かりしております有馬健二と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は白岡市長公開討論会ということで、本年度は蓮田青年会議所様と共催という形をさせていただきました。今後行われる市長選における公開討論会においていくつかの討論がなされるかと思います。昨今ですと新型コロナウイルスの感染予防、そして私どもがたくさん聞いていました少子高齢化、そして人口減少の問題、このような問題に対してどのようにアプローチしていくのか、そういったことが生の声が聞こえるとても素晴らしい機会だと思います。ぜひこの機会が未来の白岡市にとって素晴らしい時間になりますことをご記念申し上げまして、簡単ですけれども挨拶に返させていただきます。本日もよろしくお願いします。皆様、本日は、白岡市長選、公開討論会にご参集いただきまして誠にありがとうございます。私は一般社団法人蓮田青年会議所今年度理事長を務めさせていただいております清水正幸と申します。この会を代表いたしましてご挨拶をさせていただきます。まず簡単にご紹介させていただくと、我々蓮田青年会議所は白岡市そして蓮田市をエリアとし、青少年育成事業を軸としながら地域の活性化、そして豊かな持続可能な社会を作るために日々活動させていただいております。今回この公開討論会を開くにあたりまして、久喜青年会議所さんからお声をかけていただき、我々も白岡市のために何かできることはないかと考えておりましたので、共催という形を取らせていただくこととなりました。この会は有権者の皆様に立候補表明者様の生の声や政策を届ける中立公正な場を提供するべく行わせていただいております。またこの会が終わり次第ですね、YouTube にもこの会の模様を動画でアップさせていただきます。若い世代にも政治に関心を持っていただき、さらなる投票率のアップ、そして、その若い世代や幅広い世代の声が政治に反映することにより白岡市の良き未来ができていくと思います。この会がその一助となれば幸いでございます。最後になりますが、白岡市のますますの発展と、本日ご参集いただきました皆様にとりまして、この会が有意義な時間となるようご祈念いたしまして、私の挨拶をさせていただきます。本日は最後までよろしくお願いいたします。続きまして、立候補表明者及びコーディネーターのご紹介をいたします。井上秀美様です。はい。
藤井栄一郎様です。はい。そして本日コーディネーターを務めさせお願いしております原口和典様です。はい、よろしくお願いします。それでは討論会を開始いたします。ここからは進行を原口様にお渡しいたします。原口様、よろしくお願いいたします。はい、かしこまりました。ただいまご紹介預かりました原口と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、ここからでは舞台の討論に移る前にですね、まずお二人の本日ご出席をいただいております自己表明者様の方から自己紹介お願いできればなと思っております。今お二人の胸元マイク入っているかと思いますが、まずはでは井上様からお願いしたいと思いますので、スイッチを入れていただきまして、以前の打ち合わせのところに、はい、ご挨拶お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、この度の白岡市長選立候補表明者の井上秀美でございます。私の政治理念は市民、議会、そして行政の信頼と協働による市政の安定です。そして誰もがこの町に住んでよかった、そう思えるような笑顔あふれる町を目指し、危機に強い姿勢、バランスの良い姿勢、安らぎの未来生活を実現してまいりたいと思います。今日は どうぞよろしくお願いをいたします。それでは藤井様お願いいたします。皆さんこんにちは。本日は舞台にかかわらずお集まりいただきましてありがとうございます。今回、私も白岡市長選挙に候補者として本度決意を新たにした藤井でございます。先ほど自己紹介ということでございましたので、私は地元白岡市上野谷に在住いたしております。昭和29年生まれの66歳、そして梨と米を作っている7代目の兼業農家でございます。血液型は B 型、大石座でございます。地元では A ちゃんでずっと66年通しております。ぜひとも本日はよろしくお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さて本日の進行なんですけれども、今のお二人からの自己紹介をお聞きいただいてもお分かりかと思いますが、お二人は胸元にマイクを入れていただいております。同時にちょっとスイッチを入れるとですね、ハウリングを起こしてしまうということもありまして、少しご発言の切り替えにお時間をいただくことがあるかもしれませんが、その点あらかじめご了承いただければと思っております。またこれからあらかじめ主催者側が設定をいたしました5つのテーマに沿ってお二人のご見解を伺っていくことを想定しております。各テーマ、お二人の発言合わせて10分程度になるように進行していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また途中ですね、マイクの音が聞こえづらい、小さい、もしくは大きすぎる等も含めて聞きづらくなることもあろうかと思います。その場合は、会場広報のスタッフの方にお伝えをいただきましたら、何らかの対応をしていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、それではここから具体のテーマに移りまして、お二人の見解お伺いをしてまいりたいと考えております。最初に取り上げるテーマが遊休農地空き家の対策ということでございます。
こちらに関しまして、まあ、お二人のご見解伺う前にですね、私の方で事前に調べた情報がありますので、簡単にご紹介させていただこうと思います。一つ目です。この白岡における、じゃあ、この遊休農地取り扱うんだけれども、今どんな状況なんだろうということをお写しをしているのがスライドでございます。この緑色の実線が白岡における遊休農地の面積の推移ですね。で、下が実際の農地に対するその割合というところで書いております。まあ、見てみると、どちらも微増傾向にあるといったようなところです。左軸が実際の農地の面積、遊休農地の面積、右側が割合でございます。実際の農地面積というのは2016年度1061ヘクタールから2019年度1045ヘクタールでは、まあ、これ計画通り減っているんだけれども、遊休農地がもともと立てていた目標ほどにはまだ減っていない、割合が減っていないというのが状況でございます。まあ、これに対してどういったご見解をお持ちなのかなと。あともう一つ、空き家ということです。こちらに関しましても埼玉県の統計等から情報を持ってきております。5年ごとに測っておりますね。緑色が実数です。白岡の空き家の数というのはここしばらく1600件を下回るぐらいで推移をしております。で、空き家の割合というものを埼玉県と比較してみますと、まあ、県と比べても低いという状況です。で、一方で、まあ、近隣の市と比べてみようということで、久喜ですとか蓮田の割合と見てみたときも、白岡は今 7.2%、 久喜 10.6%、 蓮田が 8.1%。これはそれぞれ実態を表している数字だけです。これに対してどのように受け止めてらっしゃるのか、何が必要だと考えてらっしゃるのかというのは、それぞれご見解、おありかと思いますので、まあ、こんな情報も下敷きにしながら、まずはこちら、遊休農地空き家対策ということでお話をお伺いしてみたいと思います。発言の順番ですが、今度入れ替えます。まずは藤井様から、続いて井上様とお願いできればと思います。それではよろしくお願いいたします。はい。まずは、遊休農地についてですが、私も農家従事者として高齢化、そしてまた農業内定不足、そういうものを痛感している一人です。遊休農地や耕作放棄地の増加を憂慮している一人として、まずは白岡市の農業実態を正確に把握する必要があるかと思います。そしてやはり国の政策であります中間管理機構や、あるいは国の直接払いの多面的交付金事業、そういうものを使ってですね、地域は地域で守る、地域の農業は地域で守る、そういうものを目指していきたい。そしてまた内定不足でございます。農地のやはり集約化、大規模化、そしてまた効率化を図ること、これが大変重要だと私は考えています。私は市内の農業支援策としては、やはり JA 南西の協力をいただきながら、どうしてもこの団体、各種団体との連携を取り、農業生産法人の育成や自然エネルギー、太陽光発電を利用したソーラーシェアリング、そういうものに力を入れたいと思っています。そしてまず最初にやりたいことは、白津北東部、この耕作放棄地、荒れ地を何としても解消したい。これが農業政策では最初に取り組まなくてはいけない。遊休農地を解消するためにも一つの事業としてやっていかなくてはいけない、そのように思っています。そして空き家対策ですが、近年全国的に人口減少や少子高齢化、既存建物の老朽化に伴い適切に管理されておらず、防災や衛生面、そしてまた環境の面からも地域の生活環境に深刻な影響を及ぼす空き家が増加しています。これは大きな社会問題だと私も思っている次第です。国では平成26年に空き家対策等のに関する特別措置法を制定しました。地方公共団体、そしてまた空き家に対する施策の実施に関する費用、
そういうものに補助金をつける、交付金をつけるということの税制上の処置をされている法律が制定されました。我が白岡市でも平成29年度に白岡市空き家対策協議会、そしてまた空き家の対策計画に基づいた空き家対策を進める上で特定空き家にして、そしてまた助言、指導、勧告、命令などの手順を踏まえております。あくまでも空き家の適切な管理は私は所有者が行うべきだと私も思っております。憲法上も財産権が保障されています。倒壊の危険がある特定空き家などの除去については、従来の指導のみならず対応策ではなくて、積極的に民間との連携強化を図って空き家対策に努めていきたいと思います。空き家を取り壊した跡地の固定資産税を期間を設けて軽減し、土地の商品化を図り、民間との連携にも取り組んでいく、そしてまたその地域を活性化していく、そのように私は取り組んでいきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。それでは続いては井上様ですね。まずはご見解をお伺いしようと思います。有給農地は、高齢化や後継者不足等による担い手不足から発生するため、主に農地中間管理機構が仲介して、貸したい人の農地を集積集約し、借りたい人に貸し付けて有給農地の発生防止と解消を図っています。しかし現状は借り手も不足していて、うまく借り手が見つからないとも聞きます。後継者の育成や借り手の集積はもちろんのことですが、交通利便性の高いところの集団農地は産業系の土地利用を可能にするように、国、県に規制緩和を働きかけてまいりたいと思っております。そういうことをすることによって有給農地の解消に努めていきたいと思っております。また多面的機能支払い交付金で担い手に集中する水路、農道等の管理を地域や団体で支える仕組みなどにより有給農地の発生防止と解消を図っていますが、この多面的機能支払い交付金の申請手続きは面倒との話も聞きます。これを行政が手助けして申請しやすくすることも一助になるのではないかと思っております。空き家につきましてはですね、特別措置法や市の条例対策計画、空き家バンク等により取り組んでいますが、一番の問題は、所有者不在等により倒壊の恐れのある危険な空き家、特定空き家です。危険な空き家は改善を怠った場合は罰金や固定資産税が大幅な増税となりますけれども、所有者不明では適切な管理を促すこともできません。市が速やかに対処できるよう、財産管理人制度を利用した空き家対策マニュアルのようなものを作成しておく必要があると考えております。以上です。はい、ありがとうございました。それではまだ少しですね、10分で考えるとお時間がありますので、私からお伺いをしてみたいなと思います。では藤井様の方に伺ってみようかと思います。いくつかですね、有給農地のお話をお伺いをする中で、アイデア出していただいたんですけれども、これアイデアというものは全く新しいものなのか、もしくは今これから藤井様だから進めていけるものなのかな、どうなのかなというところがお聞きして思いまして、私だからこそこれが進んでいくと考えているといったようなところがありましたら、ぜひお伺いをしてみたいなと思いました。はい、では藤井様からお伺いください。はい、やはり有給農地につきましては本当に後継者不足、そしてまた誰しもがなかなか
農業ができなくなってきている現状でございます。これはどうしてもですね、中間管理機構を使ったりですね、いろんな情報の共有、そういうものを図ってやっぱり集約化していく、そして農業に取り組む農業生産法人を作っていく、そういうものが間違いなく必要だと私は思っています。その中で私は今までこの中間管理機構を使った、あるいは多面的を使った組織も作りました。それによって地域の農業は地域で守るんだということが可能だと思います。これを白岡市全域に広げていきたい、そのように思っております。ありがとうございます。では続いてお伺いをするのが井上様にお伺いをしてみたいなと思います。どちらかというとですね、井上様のご説明が割にお時間がまだ少し余裕があるかなというところがありますので、全般的に言い足りないこととか強調したいことがあったらお伺いをしたいなというのが一つ。あとそうですね、農地のお話を先ほど藤井様にもさせていただきましたので、まあ、有給農地の対策、国県にも働きかけていくということはありましたが、その中で、まあ、これまでの取り組みもあったけれども、ご自身が今後取り組んでいくことになったら、リーダーになっていくことになったら、こういうところを工夫をしていく、独自性を出していこうと考えているといったようなものがございましたら、ぜひ教えていただきたいなと思っております。この有給農地といいますか、その担い手不足の方なんですけれどもですね、私も農家なんですけれども、農地の方はですね、工作をですね、お願いしている部分はございます。この間その方が来てですね、一生懸命ですね、集積集約をして取り組んでいるんだけれども、まあ、農地中間管理機構で、その担い手となっているその企業や法人、まあ、これがですね、非常にその従来からやっているその個人農家とですね、トラブルが多いということなんです。というのは、まあ、ご承知のように農地というのはですね、その田んぼや畑をですね、そこだけをこの耕せばですね、できるというものではなくてですね、その農地の共有部分とかですね、そういったものの管理が必要なわけですね。当然その、用排水の管理ですとかですね、あるいは藻刈りですね、草刈りとかですね、そういったその、共同でやらなければならないですね。そういった部分を担ってもらえてないというような話も聞いております。ですからそういったものも根本的に解決していかないと有給農地は減らないのではないかと思っております。それからもう一つ問題なのは、担い手さんをですね、支援するために、高岩の方でですね、この集約、集積集約事業としてですね、広大な土地をですね、農地化しているんですけれどもですね、そしてその担い手の支援をするための、事業を行っているんですけれども、そういうふうにできるところはいいんですけれども、できないところもたくさんございます。面積が狭かったり、その土地が低くてですね、耕作に適しないところとか、そういったものもございますので、ね、そういったところも解消していかなければならないと、有給農地はやらないというふうにして考えておりますのでですね、その辺を、まあ、何とか考えていただければならないと一つは思います。それからもう一つはですね、私がなった場合ということなんですけど、まあ、下田北東部農地のことをですね、指してるんですけど、あのように荒廃農地化したものについてはですね、もう復元するよりもですね、工事制限もされてませんので、復元するよりも、一緒のことですね、交通の利便性が高まっているので、ね、国々に働きかけて、規制緩和をしてもらって、あるいは特区にしてもらってですね、そして、まあ、そこを産業系と、それから農地、あるいは6次産業系にですね、なんとか活用できないかというようなことを働きかけていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ここで大体お二人にお話をいただいて10分ぐらいになって、本来ならばここからさらに今キーワードで出てきた担い手不足ですとか、まあ、北東部の耕作、荒地のお話なんか多分共通のテーマで掘り下げられるのかなと思うところがあるんですけども、すいません、本日はちょっと駆け足ですが、いろんなお話聞きたいということで次のテーマに移っていきます。気になるところに関しましては、ぜひこれからですね、
まあ、来週ですかね、告示になっていった後のさまざまな活動の中で皆様のご確認をいただけたらなと思っております。次のテーマに移ってまいります。あと、その一つだけまで事務的なことで動いてしまっているので止めてあげていただいてよろしいですか。はい、はい、すみません、机がちょっと動いてしまうようですので止めていただくのをやっていただきながらではありますが、進行の方させていただきます。前方のスクリーンの方を見ていただけますでしょうか。次の資料へと移ってまいります。すみません、そしてパソコンが動いていないようなんですけども、はい、来ましたね、失礼しました。で、次、新型コロナウイルスの感染症対策ということでございます。ちょっと見づらいかもしれませんが、レーザーポインターを当てさせていただきますと、白岡、ここですね、埼玉県の今、新型コロナウイルスの感染者の陽性となった方の数というものが一覧で出ています。色がですね、濃いピンク色に近づいていくほど感染者数が多いということ、これ、昨日の夕方の情報でございます。で、白岡は下から2つ目の区分に今のところ入っているようだという状況ですね。まあ、茎も同じような区分でしょうか。で、実際に感染者数というものを見てみますと、累計では51名、昨晩ホームページ拝見させていただいたところ51名とありました。で、10月になってからの感染者数は8名ということで言われております。まあ、寒くなってくるとですね、感染者が増えるんじゃないか、ヨーロッパ、日本でしたら北海道とか東北を引き合いに今言われ始めております。そのような中でこのコロナウイルスに対して、まあ、感染を防ぐ、重症化を防ぐこともそうですし、私たちの生活、暮らしですよね、働く、稼ぐという経済、日常の生活を守っていくことも大事だと思います。その点に関しまして、この新型コロナウイルスの対策についてどのようなご見解をお持ちなのかお伺いしていきたいと思います。今度発言の順番入れ替えまして、井上様、次いで藤井様という形で進行させていただきます。それでは井上様、お願いいたします。政府はこの後の新型コロナウイルス感染防止対策として、まあ、年末年始の帰省や旅行、初詣の人出を分散するために年始の休みを1月11日までとする方針を決めたようですけれども、このようにコロナウイルスはですね、まだ収束に至っておりません。3密を避けたり、こまめな手洗いと消毒、マスクの着用はもちろんのこと、新たに5つの場面を示して周囲を換気することとしています。当時におきましてもですね、万全の体制で臨まなければなりませんが、一番大事なことは再度のですね、感染拡大です。これが心配ですので、再度の感染拡大に備えまして、南西医師会や保健所と連携をしながら、相談体制の確立や高齢者等につきましては、簡易検査キットを使った抗原検査の補助なども検討する必要があるのではないかと思っているところでございます。以上です。ありがとうございました。それでは続いて藤井様ですね。はい、お願いいたします。はい、私の、はい、失礼しました。私の方からはですね、やはりこの新型コロナウイルス感染症拡大の中、医療従事者の皆様にはですね、心から敬意を表したいと思います。そしてまた基本的には俗に言われています手指の消毒、そしてマスクの着用、3密の解消などを広く市民に呼びかけて、新しい生活様式の定着、そしてまたそういうものに慣れていただく対応が必要でないかと思います。医療崩壊を防ぐためにも、今年だけは年末年始の行事なども縮小せざるを得ないと思っております。先ほども出ましたけれども、例えば初詣も元日だけではなく日にちを分散するなど工夫をしてまいりたい、そのようにまた啓発していかなくてはいけない、それが必要な手段ではないかと私は思っております。今行政は各医療現場の実態を正確に把握し、
ケアの体制、そして風評被害等への対応が心配されます。そういう点にも注力をして生活を守っていかなくてはいけないというふうに思っております。そしてこれからは新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行に備えなければなりません。埼玉県でも同時流行に備えて発熱患者の検査、診療をするかかりつけ医の確保に推していくという方針がこの間報道がありました。県では1200ほどの医療機関を指定して11月下旬頃には発表したいというような報道でございました。先日お聞きしたところ、もう500近い診療所、医療機関を確保して新型ウイルスとインフルエンザの検査体制をピーク時では1日3万件その実態、実施体制を取るということでございました。今後は白岡市内の病院や診療所、そして歯科診療所や介護施設などへの支援や提携がさらに重要になると考えております。今後も県、そして国との情報共有、こういうものを市民とともにですね、情報共有をしながら、このコロナには、コロナ対策には当たっていかなくてはならないと私は思っております。以上でございます。はい、ありがとうございます。それでは私からまた質問をさせていただこうと思います。そうですね、今お二人のお話をお伺いをしておりまして、医療体制に関する言及お二人ともあったかと思っておりますので、ここを少しもうちょっと聞いてみたいかなと思っております。で、井上様の方で相談体制の充実とも大事だということを言ってくださっていたんですけれども、この部分に関してでは市民の方から見てですね、相談体制がこうされているような形を作っていくためにどういったことが必要だとお考えになられているのか、取り組んでいこうと思われているのかといったようなところがありましたら、ぜひご紹介をいただきたいというふうに考えております。また藤井様の方もそうですね、相談体制と大事だよということはお話しあったかと思います。情報の共有というキーワードも出てきたかと思いますが、確かにそうですね、保健所等からファックスで報告する自治体が多いというのも聞いておりますが、病院保健所もファックスばっかりという状況ですが、この情報の共有を進めるためにはどういったことを必要と思われるのか、もしくはどういったサポートが必要だと考えていらっしゃるのかというところを藤井様にはお伺いしてみたいと思います。それではまずは井上様の方からご発言をお願いできますでしょうか。総論体制の確立ということでございますけれども、この新型コロナウイルスがですね、流行 し始めた頃につきましてはですね、この相談体制、市に相談を持ちかけられてもですね、これは保健所の方に相談してくださいということでですね、なかなかその、どこに相談、市民の方々がどこに相談していいのかわからない状況でございます。また市役所の方もですね、保健所の方あるいは県の方からですね、情報が入ってこないというそういう中でですね、対応を迫られておりましたのでですね、これはもう本当に大変不幸なことでですね、市民の方もそれから市役所の方もですね、大変不幸なことであったと思うんですね。最近におきましてはですね、なかなかのこの、情報の共有等も徐々にはできつつありますけれどもですね、そこには権限というものがありますのでですね、なかなかその、市ができる部分、市が対応できる部分には限界がございますので、その辺につきましてはですね、もう一度もう少し深くその県あるいはその県下の保健所、そして市の方でですね、もう少し話し合いをしてですね、その情報、先ほどもありましたけど情報共有をしっかりできるようにして相談体制を確立していったらよろしいかというふうに思います。ありがとうございます。それでは藤井様お願いできますか。私は先ほども申し上げた通り、失礼しました。私は先ほども申し上げた通りですね、
行政としてですね、やはり各医療現場の実態がやはりつかめてない、そのように今現在は思っております。まあ、法で国、県、そしてまた保健所というこの法律がありますけども、やはり医療現場の先生方、あるいは医療従事者の方々とですね、やはり本当のこのコロナに対する脅威というかですね、そういうものに対して情報が共有されてない、医療現場は医療現場にお任せきりというような行政ではいけない、やはり情報はこちらから取りに行かなくてはいけないのではないかというふうに思っています。そういうことをしていかないと、これからのですね、医療現場が崩壊するのではないか、まさに、今報道では第3波が来ているのではないかというような報道もあります。先ほどコーディネーターの原口先生からもおっしゃられた通りですね、今日あたりも北海道では相当多くなっているという話聞いております。こういうものも含めてですね、今後は寒さ対策も含め、インフルエンザ、そしてコロナに対しての皆さんと情報を共有する、なかなか皆さんにお知らせできることは少ないというふうに聞いておりますけども、これは行政、そしてまた国の指導のもとやっていかなくてはいけないという、そういうふうに思っております。そして白岡中央病院、これはやはり地域医療の拠点としてやっていかなくてはいけない、白岡中央病院さんとも連携をしながら、あるいは白岡市の医師会、歯科医師会、皆さんとともにこのコロナ対策を考えていければというふうに思っています。はい、ありがとうございました。さて、大体お話しいただいて、藤井さんは、ご存知少々お話しいただいたところなんですけども、井上様いかがでしょうか。このコロナのお話に関しまして、まだ時間お話しいただくことができるかなと思うんですけれども、何かさらに強調してお伝えいただきたいこと等ありましたら、ご発言お願いできればなと思うんですけれども、もしよろしければ。はい、よろしいですか。あ、どうぞ。はい、先ほど私この、簡易検査キットを使ったその抗原検査、これについての補助を検討すべきではないかというお話をしたんですけれども、それを話しているうちにですね、私の知り合いの医療機関の関係者の人からですね、抗原検査の検査キットは精度が低いと言われてました。PCR 検査をそれだったら PCR 検査の方に補助した方がいいんじゃないかと、こういう意見もありましたので、非常に難しいなというふうにして、思っているところなんですけどね。その方の曰く、要するに抗原検査で陽性とかですね、陰性とかって一喜一憂はできないということですね、精度がやっぱり問題なんだということを言われましたですね。それであれば多少時間かかっても PCR 検査の方がいいというお話もありました、その辺でですね、ちょっと、この発言は PCR 検査等の補助も含めて考えたいというふうにして思いました。今後に向けて その検査の仕方、手段に関してもいろいろ工夫をされていくということですよね。ヨーロッパの事例と、もしくは北海道もそうなんですけど、言われているのが寒さ対策大事なようでして、寒くなると今までこう水で手洗いちゃんとしてた人がなかなか寒いから奥がって手洗いしなくなると、結果としてコロナが広がっていくというようなことがあるようですので、せっかく今日来てきたくださった皆さんもその部分はこれから寒くなりますが気をつけながら一緒に乗り越えていけたらなというふうに考えております。ありがとうございました。さて、また駆け足になってしまって恐縮ですけれども、進行次のテーマの方を伺っていきたいと思っております。前方を見ていただけますでしょうか。次取り上げるもの、3つ目のテーマですね。本日予定していた5つのテーマのうち3つ目に差し掛かっております。経済政策についてということ、コロナの影響等もこれから出てくるところかとは思いますが、こちらに関してお二人のご見解を伺っていきたいというふうに考えております。また私の方がお示しをします統計の情報といたしましては、今映しているものが埼玉県まとめております市町村民経済計算というものがございます。でこちらにですね、年度別で1人当たりの市町村民所得の推移というものが出ております。
こちらは今年の6月に出たものなんですが、まあ、しっかり計算するために年度がちょっと古くなっている2017までのものとなってございます。まあ、これを見てみますと、白岡市この黄色の実線の部分ですね、東部地域に比べると当然高くなっているが、県全体で見てみますと、当然埼玉市とか川口市のようなところもございますので、もしくは和光ともそうですね、若干その平均は下回っているのかなというところかと思います。2017年度ですと、白岡市の、まあ、1人当たりの所得ということで、ここで算出されておりますのが289万円余り、まあ、こちら県内40市中ですと21位になっております。これがある特定の都市だと。じゃあ推移で見るとどうなるかということで足しているのがこちらですね。2013から17にかけて、まあ、近い市と比べてみました。みんなどれぐらい2013年を100としたときに、この4年5年後か17年度に何パーセント増えたかですね。白岡市は 106% 6% 増えました。久喜は 8%、 蓮田は 5.8% というような状況がございます。まあ、このような中において、この今白岡という町において今後必要になってくるこの経済政策、まあ、どういった取り組みがあるのかというところをお話伺っていきたいと思います。発言の順番を入れ替えまして、今度は藤井様から次いで井上様という形で進めてまいりたいと思います。それではお願いいたします。はい、経済政策についてですが、私は白岡市の持つ高いポテンシャルを生かしたまちづくりが求められているというふうに思っています。経済は日々動いております。なかなかこれといった政策はないと思いますけれども、やはり今回は新型コロナウイルスのおけるですね、景気後退局面、これは免れません。そしてまたこの新型ウイルスによる景気後退はリーマンショック以上というふうなお話も伺っております。私はやはり農商工連携による商工業の振興を図るべきと考えております。特に市内の商工会との連携が重要というふうに私は考えております。商工会の取り組む各種事業と行政が連携を図り、国や県との事業のマッチングを一体化に支援していくことが地域経済を支えるというふうに思っているところでございます。そして安心して買い物できる場所づくり、商店街の整備、まさに白岡市は先ほど申し上げた通り高いポテンシャルがあるというふうに思っております。 JR の駅が2つあり、そして圏央道のインターチェンジがある、こういう良さを生かしていかなくてはいけない。特に安心して買い物ができる商店街の整備については、白岡駅西口広場の早期の整備や、やはり都市計画道路白岡西口線、あるいは白岡宮代線、この早期供用開始に向けた取り組みが何としても必要だと、駅前を核としたにぎわいづくりが急務であるというふうに思っております。そして市内全体を見れば、やはり圏央道インターチェンジの周辺の開発や芝山沼や、あるいは白岡市で特徴的な川の立体交差がある牛越市などを生かした観光にも力を入れていかなくてはいけない。できれば私は122号国道の旗に道の駅を作りたい、それにも望んでいきたい、そのように思っています。そして道の駅の反対にはやはり農業体験ゾーン、こういうものも都内からの、あるいは近隣からにぎわいを作るための観光誘致、そういうものに当たるんじゃないかというふうに思っています。そしてできればその道の駅を核としてはなかなかできないかもしれませんが、やはり新規循環型の経済、地産地消、こういうものもやはり必要である、そのように思っております。
そしてやはり白岡市の持つポテンシャルを生かした街づくりでは、やはり白岡工業団地の拡充、そういうものに力を入れて優良企業の誘致、そしてまた雇用の確保、税収の増加を図っていくべきだというふうに思っております。今後税収不足が叫ばれる中ですが、やはり財政基盤の確立、これも重要な課題だというふうに思っておりますので、そこを目指して取り組んでいきたい。それによって経済が、あるいは白岡市の商工業が元気になる、そういう街づくり、そういうものに取り組んでまいりたい、そのように思っております。以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは続いて井上様から、まずはこちら経済政策についてご発言をお願いしたいと思います。現在のコロナ禍は未曽有の危機です。収束の見えない状況においては、市民の不安が払拭されないため、人の動きが制限され、消費マインドの回復も見込めません。市は国の地方創生臨時交付金を活用して、地元応援プレミアム付き商品券の発行等、白岡市独自の経済支援策を講じていますけれども、3密を避ける新しい生活様式、新しい日常の下では経済活動の V 字回復は期待できません。今しばらくは地道な生活支援と消費喚起、そして公共投資を通じての需要の拡大を図っていくべきと考えます。また今後においてはですね、当然その商工業につきましてはですね、地元密着型のですね、商工業の活性化策を商工会等と連携しながらですね、図ってまいりたいと思っております。そしてそれから、交通利便性の高いところですね、につきましてはですね、新たなその都市的土地利用を図りながら、有料企業を誘致してですね、雇用の創出、にぎわい創出、そして税収のアップとですね、これを図ってまいりたいと思っております。具体的に言えばですね、今圏央道が開通されましたもんですね、大山周辺のその佐良間地区につきましてはですね、好条件ではないかと思いますもんですね、可能な限りそこの都市的土地利用を図りながら工業に、有料企業の誘致を図ってまいりたいと思います。また私白岡中学校周辺区域の土地利用協議会の会長を務めておりまして、大型ショッピングモールをはじめとするですね、そういったその施設をですね誘致する、ことをですね計画しておりましたけど、そのほどですねコロナ禍によりまして、その市の方からですね計画変更ということでですね、事実上白紙のようなことを言われたわけでございますけれどもですね、私としてはですねまだ諦めてはおりません。今後ともですねあそこに、白岡中学校周辺区域にはですね、立地条件大変いいですのでですね、今後とも土地利用を図ってまいりたいというふうにして考えております。そして、何よりもその市民の方のですね、経済対策として雇用の創出、にぎわい創出、税収アップで、ね、これを図りながらですね、市民の生活がですね潤うようにしてまいりたいと思います。同時にもう一つは市の方の経済対策ですけれども、これはもう、来年度の税収が激減するのも、これはもう分かりきっている話です、ね、相当の覚悟をですね、この財政のですね、健全化を目指してですね、相当切り詰めたことをしていかなければならない、このように考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは私からもまたそうですね質問させていただこうと思います。今の井上様のご発言になんか聞きたいなと思うキーワードがあったので、それをもとにお二人に質問させていただこうと思うんですけれども、この経済政策進めていこうとすると、やりたいこと、支
や時間軸もそうですし、やりたいアイデアも皆さんもろもろお持ちだと思いますが、一方でよくあるのが、それをやるだけの資源、体力が白岡にあるのか、この町にあるのかというところ話が出てきます。何か取り組みを進めていく上で、いや白岡でこれを進めていくことはできる、もしくはこれだけ魅力があるからやっても後にリターンがあるから大丈夫、まあ、そんなこともあるかもしれませんが、今言っていただいたアイデアというものをこの白岡では実行していくことが果たしてできるのかどうかというところでのご見解を一言ずつまずいただきたいなというふうに考えております。この経済政策を挙げていただいたものをこの白岡で実行することはコロナ禍においてもできるものでしょうか、どうお考えでしょうか。私はですね、今のご質問ですけども、当然にできると思ってます。なかなか難しい財政状況の中ですけども、これからはですね、どうしても今まで白岡市でやはり導入していなかったですね、民間活力、これを使わなくてはいけない。特に駅前の西口の整備なんかにつきましてはですね、やはり民間企業お手でデベロッパーにですねやっていただく。やっぱり民間は投資をすれば必ず回収に走ります。時間が短縮できると私は思っています。やはり官民共同でやらなくてならないこともありますけれども、できるならば民間活力、民間の資力、そういうもの、そしてまた民間の知力、そういうものを動員していただいて、行政とともに知恵を絞らなければならないところですけれども、私は一つは市単独ではこれはもうどうやっても無理だと思います。まあ、そこにはですね、今お話にあったように、まあ、その民間活力を活用するということも大事なことだと思いますけれどもですね、市としてはですね、その都市基盤整備をするにあたってはですね、例えばですね、都市を防災機能を持たせるとかですね、そういったことをすることによって、要するに工夫をすることによって国、県のですね、資金をですね、交付金、補助金をですね、獲得すると。そういうことをしながら、そしてまた国、県との一人パイプを利用しながらですね、国、県の助けをいただきながら、やっていかなければならないというふうにして考えております。で、そういう面ではですね、例えば先ほどお話があった、その、大山の、佐山周辺の、都市的土地利用につきまして、ただこのまま進めようと思っても絶対無理な話です。と言いますのはですね、いろいろこういったその土地利用については規制が非常にあります。ですから、それをですね、そのハードルを超えるためにはですね、よほどのですね、説得力がないと、国権に対する説得力がないとですね、認めてもらえませんので、まあ、その辺についてですね、交通の利便性の拡大の向上とかですね、そこを開発することによってですね、白岡市にこれだけのメリットがあるんだと、そういったことを説明しながら国全の助けを借りていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。そうですね、実際にどのようにこの経済政策進めていくのかというところで、民間活力の活用、そこに都市に国県との連携というお話もあったかと思いますが、せっかくのお二人それぞれご発言いただいたので、それぞれの発言を聞いた上でもう一言ずつ何か付け加えることが、アピールをすることがあれば承りまして、伺った上で次のテーマに進んでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしければそれぞれ一言ずつお願いいたします。大丈夫かね。はい、例えば今お話がありました規制があります。これは確かに規制は規制ですけど、これもね、やっぱり緩和をしていただくような、やはり先ほどおっしゃいましたけど、国、県、そういうパイプを使いながら、やはり規制緩和、そういうものも求めていかないといけないと。やはりこれはリーダーが強いリーダーシップを発揮していかなければならない、そのように思います。ありがとうございます。私は一つのヒントとしてですね、国が最近進めているスーパーシティ構想ですね、これらをですね、活用してですね、白岡のスマートシティを実現していくべきだと思っています。国はもう
今はですね、市街各域の拡大は望んでいません。あくまでもですね、コンパクトシティを望んでいますのでですね、まあ、そのためにですね、スーパーシティ構想をうまく利用してですね、白岡市のコンパクトシティをですね、実現したいというふうにして思っております。まあ、ただその中でですね、やはりその、ポテンシャルの高いところはですね、きっちり説明をしてですね、国県のですね、協力がしっかり得られるようにしてはいきたいと思います。はい、ありがとうございました。経済政策についてもお話をお伺いすれば、まだまだお伺いできることあるかとは思うんですが、次のテーマの方に進ませていただきます。残すテーマあと2つです。一つが待機児童対策についてということでお話をしたいと思います。待機児童に限らず子どもに関すること、子育てに関すること、いろんな思いをお持ちの方、ご登壇いただいているお二人だけでなくご来場の方にもいらっしゃるかと思います。そんな中で一つ私が今日持ってきた情報といたしましては、上ですね、この青いもの、点線のもの、若干右肩下がりに見えるかもしれませんが、こちら右軸で表している毎年4月1日時点での0歳の子どもの人口ですね。これに対してこの白岡における待機児童の数がどうなのかというのがこの緑色のグラフです。軸のスケールが違いますので、待機児童数は最大500で出しています。0歳児人口ですね。で、待機児童数は100までですので、スケールが違うんですが、大きな傾向というものはつかめるかと思います。子供が減ってるけど、待機児童というものは増えてるよね、というような状況です。このような状況に関しまして、特に待機児童、切り口としてこの子供子育てのお話かと思いますが、お二人どのようにお考えなのかというところを伺ってまいりたいというふうに考えております。ご発言の順番、また入れ替えさせていただこうと思っております。まずは、井上様、次いで藤井様という順番で、お願いをいたします。少子化が進んでいるのに、待機児童は、増えています。これは原因は、共働き世帯が増えている、あるいはその都市部と都市近郊に児童が集中している、家族化、保育士不足などが挙げられます。私は多様なニーズに対応できる保育園を民間の力も借りながら増やしていきまして、待機児童をゼロにしていきたいと思っています。で、また新しい日常を考え、この自営業やフリーランスの人向けのコーワーキングスペースやシェアオフィスなどと、その託児保育をセットにして、親がそこで子どもを預けながら働けるような場所の整備を検討していきたいと思っております。この待機児童対策はですね、少子化対策とイコールですのでですね、これはもう最重要課題として続けて取り組んでいきたいというふうにして思っております。以上だと思います。はい、ありがとうございました。それでは皆様お願いいたします。はい、私は子育て支援策の充実を図るべき、保育施設の充実を図っていきたい、そのように思っています。我が白岡市は今もゴールデンウィークの原口先生からお話があった通り、令和2年の4月にはですね、待機児童数が47名と、県内でも一般市の中では5番目に多くなっている今現状がございます。保育事業については、私は白岡駅、あるいは新白岡駅前に保育所を整備したい。そして、できれば通勤と合わせて保育所へ預けられるような施設整備や仕組み作りが必要だと考えています。そのためには、やはり駅前に保育ステーションを作りたい。このように思っております。そして、乳幼児から支援体制の充実も大変重要だと思っています。今までもベビーベッドの貸し出しや新生児のプレゼント、お米のプレゼントと取り組んでおりました。これからは期間限定でおむつの無料配布、そういうものを考え取り組んでいきたい、そのようにも思っています。そしてこれからは子どもたちの居場所づくりが課題の一つです。放課後児童クラブの登録者数は白岡市では11クラブ、そ
そしてまた利用者も500人弱です。まあ、近隣の市町村の中ではまだまだ設備が整ってない、まだまだ少ない状況でございます。今年から大山小学校で放課後子ども教室、これを開始いたしました。これについても全小学校に配置して放課後児童クラブと一体連携一体していかなければならない、そのように思っております。それが子どもの居場所づくりの一つです。で、二つ目にはやはり子育て家庭に対する経済的支援、こういうものも必要ではないというふうに思っています。新たに白岡市にお住まいになった方の世帯には住民税を一定期間軽減する措置とか、あるいはできれば全児童生徒の給食費を無償化する、なかなか取り組み難しいかもしれませんけども、こういうものにも取り組んでいきたい、このように思っています。そしてまた3つ目には貧困、虐待、非行、障害者等の問題解決策としては、やはり子ども食堂、あるいは児童虐待通報制度、非行防止活動、障害支援制度の充実等々を図ってまいりたい、そのように思っております。4つ目には地域の子育て支援グループの育成をしたい、愛育課、あるいは主任児童院、子ども会の育成会、あるいはスポーツ少年団との連携を図り、市独自の子育て指導員、あるいは相談員の育成創設を図ってまいりたい、そのように思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは私からまたお二人に質問させていただこうと思います。そうですね、井上様の方は発言があまりこうキュッとコンパクトに進んでまいりましたので、何かこの待機児童対策、まあ、それを切り口にしてさらに子どもの話も広がっていくかもしれませんが、補足のご説明があればお伺いしたいと思ったのが一つで、あともう一つ、まあ、待機児童の問題、まあ、ゼロにするといっても、そのゼロというものはどこまで言ってもなかなか追いつかないというところもあって、それだけ一人歩きしてしまうのも嫌なんですけれども、最重要視して取り組んでいくということの具体的なアイデアもいくつか出していただいたんですけれども、出てきたアイデアを具体化するために、進めていくために何か考えているような工夫、取り組み、まあ、体制作りもそうかもしれませんが、あるんでしたらぜひ井上様が挙げてくださったアイデアを具体化するために、今不安としてお持ちの部分があればぜひお伺いしたいなと思っております。何かこの待機児童を切り口にした子育て分野の言い残し、補足事項と、あと最重要にしていくための具体化するための工夫に関してお伺いできればと思います。で、辻井様の方はそうですね、若干お時間も残り短くなってきておりますので、あのお話伺う中で給食のお話とか住民税のお話ですとか、まあ、支援大事だけどやっぱりお金が絡んでくるところがあったかと思います。まあ、そういったところを財源的にどうなのか、大丈夫なのか、実行していただけるんですかといったお話出てくるかと思いますので、そのお考えをお伺いできればと思います。それではまずは井上様からお発言お願いできますでしょうか。はい、あの待機児童をゼロにするということはですね、なかなか難しいことだと思います。でまたの待機児童の捉え方もですね、いろいろありましてですね、あの親がいるからその人はもうあの、待機児童にはカウントしないとかですね、おじいちゃんおばあちゃんがいるからカウントしないとかですね、いろいろ捉え方がありますので、難しいところはあるんですけど、まあ、一般的に言われている待機児童をゼロにするためにはですね、あの先ほども言いましたけれども、多様な人数、これに対応するようなですね、その保育制度をですね、民間の力を借りながら、要は使い勝手が悪いからですね、なかなか、その、なんていうか、子供を預けにくいとかですね、そういったことも聞きますので、ね、まずその、例えば、駅の近くにですね、まあ、今言いましたけど、保育ステーション、あるいはその送迎用のですね、車を用意して、そして駅のところで降ろしてそこに預けて、そのまま保育所に運んでもらうとかですね、案内されていってもらうとかですね、そういったものも一つの工夫かと思います。それからあとはあの
時間ですね、早朝、それから夜間もですね、預かってほしいというような声も聞きますのでですね、そういったその多様なニーズに対応できるような、そういった保育園をですね、拡充していきたいというふうに思っています。そのためにはですね、やはりその保育士不足の解消もしなければなりませんのでですね、そういったその保育士不足、だから例えば行政視察で行ってきたところがあるんですけれども、その保育士になるためにその市で補助を出しているとかですね、そういったこともありますので、そういったことも検討する必要があるかなと思っております。それからやはりその保育所を増やすだけでは待機児童、待機児童ゼロというかですね、それは解決にはならないと思います。当然その民間ではですね、待機児童付きのですね、そういったもの、施設の自由実を図っていただけなければならないですし、あるいはその市としては、先ほども言いましたけど、コーワーキングスペースやですね、シェアオフィス、これにですね、託児保育をセットにするね、そういったものを検討していくべきだなというふうに思っています。そういうことをすることによって、いわゆるその待機児童がゼロに近づくんではないかと、このように思っています。今財源の話がございました。これはやはり、行財政改革、そういうものにチャレンジして、そしてまた補助金のですね、やはり見直し、こういうものにも取り組んでいかなきゃいけないなというふうに思ってます。そして何といってもですね、今民間企業はいろんなノウハウを持ってます。あるいは民間の資料、そういうものがやはり官民共同の事業として成り立たないか、そんなことを考えております。やはり民間の企業のですね、考え方さまざまありますけども、いろんなことにお手伝いしたい、そういう企業が非常に今多くなっている。社会貢献型の企業、そういうものをと形でですね、やはり連携、こういうものをしていけば資金もある程度補えていくんではないかというふうに思っております。はい、ありがとうございました。さて、お話を深めていきたいところもあるんですけれども、すいません、本日私の進行つかなかったせいでお時間が押してしまっております。ここでこの待機児童のお話一回切らせていただきまして、最後に予定をしておりました高齢者への取り組みについてご見解を伺ってまいりたいと思っております。前方お写しをしておりますもの、こちら内閣官房が作っているリサスというものから持ってきておりますが、ここですね、高齢者というお話ですので、この黄緑色の線見ていただければと思うんですが、これが65歳以上の方の人口の推移で白岡における、2015年の段階ではだいたい市民の4人に1人が65歳以上の方だというふうに言われております。2020年はこれが 28% を超えて、2030年10年後には30% を超えてくるというのが予想されるところですね。かといって、とはいえ65歳以上の方が増えたから、それがそのまま問題になるというわけではないと思います。元気で活躍されている方も多くいらっしゃいます。ただ一方で、どうしても加齢に伴って体の機能も変わってきますので、そうするとその方たちが活躍するために求められる仕組みも変わってくるのではないかと思われるところです。あともう一つ、こちら年齢別の人口のピラミッドを出してみますと、だいぶ先ですが2040年見てみたときに、パッと見てわかる通り、この65歳以上、70歳以上といったところがだいぶ増えてくる、そんなことが見込まれている。この白岡、町づくりしておこうとすれば長い時間必要になってきますしね。そんな中で今後この高齢者への取り組み、どのようなものが必要だとお考えになられているのかというところ、お二人のご見解伺っていきたいと思います。ではこちら藤井様からですね、はい、ご発言をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。はい、まさに人生100年時代を迎えております。そして白岡市も高齢化が進んできており、10月1日現在では65歳以上の人口、いわゆる高齢化率、これは 27.6% になっておりまして、5年前と比べるとちょうど 2% ほど増えているんです。シニアの皆様が生き生きと生活するためには、やはり健康が第一だというふうに思っております。
そしてまたできるだけ社会貢献ができる体力づくり、これが必要と考えます。平成14年に国民の健康維持と現代病予防を目的として健康増進法が制定されました。食生活の改善によって健康寿命もかなり伸びてきております。そんな中で白岡市でも一人一人の健康意識の醸成を図るため、健康で幸せに生きることへの包括的支援として第二次白岡ハッピースイッチプランを作成し、健康増進計画や食育推進計画を盛り込んで推進しているところです。私はシニアの皆様が生き生きと生活できる社会環境の整備が重要と考えます。家庭や個人や家庭でできることはさることながら、地域や団体あるいは関係機関ができること、行政ができることを通して人と人のつながりを作り、地域力を上げるために人の集まれる居場所づくりが不足していると私は思っています。そしてシルバー人材センターや社会福祉協議会など、元気で働ける場所、社会貢献のできるやりがいのある仕事の確保が重要だと思っております。要介護あるいは要支援になる前の健康管理が一番大切だと聞いております。先日も介護施設に訪問いたしましたら、支援員さんが不足しているそうです。支援員さんの仕事としますと、訪問介護で週に 1日とか、あ、何時間、1時間、2時間、そういうちょっとした困りごとを支援員さんが支えていく。高齢者の方は食事の準備はやれるそうです。掃除とか洗濯はなかなかできなくなってきた。そういう方が独居の老人の方、あるいは老老介護をやっている方は増えているそうです。そこでやはり支援員さん、この方々を作っていかなければ、やはり高齢化介護のシステムを作っていくためにも、そういう支援員さんの増強が今後は一番必要だというふうな話も伺っております。私はこの支援員さん、これを何としても白岡市も増強していく、そういう取り組みに力を入れていきたいというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。それでは井上様、お願いできますでしょうか。市民の4人に1人は高齢者の時代を迎えて久しいですけれどもですね、最近においては認知症の方、高齢者の1人暮らし、高齢者のみの世帯がますます増加しています。当市においては地域包括支援センターを中心に、民生委員、児童委員や介護事業所などが連携して、継続的な見守りや支援を行っていますけれども、やはりマンパワーは不足しておりますので、ですね、ヘルパーさんやそれから支援員さんですね、こういった人たちの一層の充実強化が求められているところだと思っています、はい、当然そういったところに力を入れていかなければならないと思っています。またこれからますます増える高齢者はですね、住み慣れた地域で元気に安心して暮らしていけるようにですね、健康づくりや生きがいづくりに力を注がなければなりません。そのためには、最近シニア世代に流行している筋力トレーニングですとか、趣味、教養などを楽しめる高齢者の居場所づくり、これを民間と連携しながら地域ごとに確保してまいりたいと考えております。それから働きたいという人にはですね、年を取ってもいつまでも働きたいという人にはですね、やはりそのシルバー人材センターとかですね、そういったところの人材センターの、そういった仕事内容の充実等もですね、考えていきたいというふうにして思っております。以上です。はい、ありがとうございました。
さて、どうしようかな。このテーマ、ここまで私の進行がだいぶ押してしまったところがありますので、私から何か指定して質問をさせていただくというよりも、お二人それぞれからですね、先ほどご説明いただいたことも踏まえた上で、まだ一体になっていただくような形で、この高齢者の取り組みについてご意見を承りたいなと思っております。特段私から何か質問とはさせていただきませんので、補足という形でそれぞれご質問をいただければと思っております。それでは、藤井様からお願いをいたします。今市政を引いて8年が過ぎました。まさに健康志向、非常にあちらこちらで市内でもコアな団体が取り組んでいただいております。いろんなところにお邪魔すると、例えば健康生き生き体操カフェとか、いろんな集まりの中で健康体操、あるいは朝の散歩の中でですね、ラジオ体操、そういう団体がかなりあちらこちらに見受けられています。私はそういうことを見ますと、やはり行政区単位、あるいは2つ3つの行政区単位でですね、そういう健康、そういうものに取り組んでいけるような、そういう取り組みが必要かなと。これからは健康維持そのものに力を入れていきたいというふうに思います。以上、ありがとうございます。それでは井上様。先ほど居場所づくりですね、これを民間と連携しながら地域ごとに確保してまいりますというふうに申し上げたんですけれども、ね、今現在例を申せばですね、うちの近くの方のウェルシアハウスとかですね、こういったところについてはですね、そういったそのお年寄りだけではないんですけれどもですね、そういった居場所づくりをですね、積極的に取り組んでいただいております。これはですね、向こうも企業ですからですね、やはり、ただ単に慈善事業でやってるわけではなくてですね、当然そこに来る人たちが何かしらのお買い物をしてくれる、まあ、要は、そこで利益を上げるとかですね、そういったことも考えてるわけですからですね、まあ、その現社ホース、役店ですね、これは一つだけじゃなくて、役店なら白岡にもですね、他にもたくさんありますし、あるいはスーパーで取り組んでもいいですし、ね、そういった可能性のあるところは、ね、たくさんあると思いますので、そういったところに働きかけてですね、やはり社会貢献事業として取り組んでいただければというお話は、してみたいというふうに思っております。それからもう一つはですね、今度は居場所を作ってもですね、なかなか出口の人もいますので、ですね、そこを今度はどうやって引っ張り出すか、そういったこともですね、検討していかなければならないというふうに考えています。はい、ありがとうございました。さて、私の進行の不手際が当たって申し訳ございませんでした。予定していたお時間を超過してしまったんですけれども、あらかじめ主催者側が設定をしていた5つのテーマに関するやり取り討論というのは以上となっております。以降の進行に関しましては、一旦会場司会の方にお戻しをしてお願いをしたいと思います。ここまでご清聴いただきましてありがとうございました。井上様、藤井様、そして原口様、ありがとうございました。続きまして、質疑応答に入ります。なお、質疑応答に関しましては、どちらか片方の方にご質問するのではなく、共通の質問としてお二方にお答えいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、こんにちは。篠津の白岡の黒須と申します。お二人にお聞きしたいですが、よく小さい町でもですね、市の長になろうという方ですから、国家間みたいな市のマネジメントをどうするのか、そういう考え方をお二人にお聞きしたいですが、今お話聞いてもその感じがちょっと分かりづらかったので、どういう国家間でどういう市のマネジメントをしていくのか、その辺をお二人、どちらでも結構ですが、どちらというかどちらが先でも結構ですから、お願いします。
よろしいですか。今の質問ですけれども、私はこの市政を担うことになればですね、当然その、先ほども申しましたとおり、私の政治理念はですね、市民、議会、そして行政のですね、信頼と共同による市政の安定ということを理念としております。まあ、ですから、そういったその、信頼関係を築いてですね、共同コラボレーションですね、申しながらですね、姿勢をしてまいりたいというふうにして考えています。それからもう一つは、先ほど言いましたとおりビジョンとしてはですね、誰もがこの町に住んでよかったと思える笑顔あふれる町にしたいというふうにして思っております。まあ、それにはですね、やはりそれを達成するためには当然その市の基本方針基本計画がしっかりしていかなければ、いなければならないと思いますので、その辺のところ、総合振興計画の方にですね、きちんとですね、方針、そして計画、そしてそれに基づく政策、施策をですね、掲げてですね、取り組んでいきたいと思っています。で、今はコロナ禍ですので、当然、この経済的にですね、非常に厳しい状況に置かれますのでですね、当然、行財政改革、これの、計画にですね、一緒に盛り込んでですね、やっていきたいというふうに思っております。以上です。はい、私は今回ですね、今回市民とともに新しい白岡を作りたい。今までの予算ももちろんいいところもあります。ただやはり町の姿勢待っているような感じがする。情報でも何でも取りに行っていない。そういうふうに思っております。特に各種団体、あるいはいろんな団体ございます。そういう方々と、やはり情報、あるいはその共有の認識というのが足らない。そのように思っています。そしてまた市の職員は非常に有能な方です。有能な力が生かしきれてない。そういうことをやはりチャレンジしていきたい、そのように思っています。で、先ほどからお話がありましたけども、白岡市をどのようにしていくのかという中ですけども、やはり発信力とやはり行動力、こういうものが求められるというふうに私は思っております。それを何としてもやっていく。組長も動き回る、職員も動く、市民の方にも動いていただく、そういう町づくりをしていきたい、そのように考えています。以上です。すみません、ありがとうございました。それでは今お話聞いた中で、今コロナ禍とかで大変な中で自治体の即応力というんですか、レスポンスのいいことが求められます。それはどうやって何かを対応するときにできるだけ早く対応するということですけど、お二人が今言ったマネジメント力の中でそのレスポンス力がどういうふうにして発揮できるのか、まあ、具体的でも結構ですし、今考えていることを言っていただければと思います。藤井さん動き始めた。じゃあまずは藤井さんからいきましょうか。今の質問はちょっとよく分からない。どういったことですか。レスポンス、ね、レスポンスっていうのは何かあった時にすぐ対応する、すぐできるということですが、マネジメントをお話ししていただいて、それをどうやってすぐできるのか、すぐできる体制をどうやって作っていくのか、そういうことをお聞きしたいと思っています。わかりました。まあ、先ほども私が言いましたけれども、やはり組長が動かなきゃいけないんです。何としても動く、そしてやはり情報を取りに行く、そして市、県、国がやっぱりワンチームにならなきゃいけない。そのようなことができなければすぐにでも動かない、そ
というふうに思っています。そしてまた先ほど言ったように市民の方にご理解いただかなくちゃいけないんです。それをやっていただくのは職員だというふうに思っています。何としてもこの皆さんに動いていただく、トップリーダーがやはり動かなくてはいけない、そのように思っています。今のご質問の中にありましたように、今コロナ禍ですの ですね、市単独ではですね、なかなかその対応しきれない部分がございます。ですから当然その国県と連携していかなければならない、まあ、差し当たってはですね、地方創生臨時交付金のようにですね、資金をですね、市の方に回していただけなければならないということです、ね。それを今回のコロナ禍でですね、国からの地方創生臨時交付金等につきましてはですね、4億9000万ぐらい来てますけれどもですね、そのうち市の市の方で工面した部分は、せいぜい2700万ぐらいです、当然その他も大部分は国の資金です、それを活用していかなければならない。で、市のやるべきことは当然白岡市の実態をですね、国に知らせて、どこにどういうふうに使うか、これがその市のやるべきことだと思います、ね。それを国県に正確に知らせて、しっかり交付金をいただくということだと思います。質疑応答にお答えいただきありがとうございました。他にも質疑のある方いらっしゃるかと思いますが、大変申し訳ございませんが、会場の時間が迫っておりますので以上で質疑応答を閉じさせていただきます。それでは、井上様、藤井様、原口様、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。皆様、本日はご参加いただきありがとうございました。以上をもちまして、白岡市長選挙公開討論会を閉会いたします。ありがとうございました。